フィリップ・スカイラーフィリップ・ジョン・スカイラーはアメリカ独立戦争で大陸軍の将軍でありニューヨーク州議会議員ニューヨーク州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めたスカイラーは1733年11月20日にニューヨークのオールバニで裕福な開拓者の家庭に生まれた スカイラーの一族は、もともとは貧しいで出であったが、新世界で徐々に資産を増やしまた影響力のあるものとなっていった。スカイラーの父、ジョン・スカイラー・ジュニアは、アメリカでの第三世代であり、コーネリア・バンコートラントと結婚して、もう一つの著名な一族との結びつきを作った。父のいとこ、ピーター・スカイラーは、ジャージー・ブルースの指揮官であり、もう一人のいとこ、 ヘスター・スカイラーは、ウィリアム・コルファクスと結婚した。コルファクスは、ジョージ・ワシントン将軍の護衛隊古参兵であり、後に、ニュージャージー民兵の将軍となり、ジャージー・ブルースの指揮官にもなった。コルファクスは、第17代アメリカ合衆国副大統領、スカイラー・コルファクスの祖父でもある。フィリップ・スカイラーの義兄弟ジョン・コクラン博士は、大陸軍の軍事病院委局長であった。 スカイラーが7歳の時に父が死んだ。オールバニのパブリックスクールを卒業したスカイラーはニューロシェルにあったバンコートラント家で家庭教師について学んだ。スカイラーはフレンチ・インディアン戦争中の1755年にイギリス軍に加わり中隊を引き、いとこの副知事ジェームズ・ダランシーによって隊員に引き上げられた。後に補給係将校となり物資の調達や 機器類の組み立てを行った1755年9月、スカイラーはキャサリン・バンレン・セリアとオールバニで結婚した。このことはニューヨークのもう一つの力を持った一族との結びつきとなった。この結婚は急なことであったが、二人の仲は一生続き、11人の子供に恵まれた。1761年から1762年にかけて、 スカイラーはイギリスに出張し、補給係商工としての仕事の始末をつけた。この期間にスカイラーは、オールバニに、都会の別宅を建て、サラトガの農園も始めた。戦後、スカイラーは、サラトガの農園を拡張して、所有地は1万エーカーとなり、オザク実りを増やし、倉庫や小麦製粉所、天の加工工場、製材所まで加えた。 アマフを作るための加工工場はアメリカで最初のものであった。スカイラーはハドソン川に浮かべるスクーナーを数隻作り、初めてサラトガと名付けた。スカイラーは1768年にニューヨーク議会の議員として政治活動を始め1775年まで務めた。この間にスカイラーの見解は植民地政府に対して 反感を持つようになった。スカイラーは貿易や通貨の問題については特にノ弁であった。スカイラーは知事のヘンリー・ムーア卿を支持していたので民兵の大佐ともなった。スカイラーは1775年に大陸会議大議員に選ばれ、翌年6月に大陸軍の少将に任命されるまで務めた。スカイラー将軍は 北部師団の指揮官となり、カナダ進攻作戦を立案した。スカイラーは健康状態が悪く、作戦の実行式を、リチャード・モント・ゴメリー将軍に任せることになった。師指団式指の将軍としてスカイラーは1777年のサラトガ方面作戦で、防衛の準備に当たった。7月に、アーサー・セントクレア将軍が、タイコンデロガトリレを落とされ、大陸会議は、 北方軍の指揮官をスカイラーから、保冷ョゲーツ将軍に交代させた。スカイラーは、自分の役割について、軍法会議を要求し、お命を注いだが1779年に退役した。その後1779年と1780年は、大陸会議の大議員を務めた。スカイラーは、 ニューヨーク州議会上院の議員として1780年から1784年及び1786年から1790年まで務めた。この間、アメリカ合衆国憲法の採択を積極的に支持した。スカイラーはアメリカ合衆国議会上院議員を1789年から1791年まで務めた。この後再選に失敗すると、 衆議会上院に戻り、1792年から1797年まで、勤めた。1796年の選挙でスカイラーは、合衆国議会上院に返り咲き、1797年3月4日から、健康問題で辞任した1798年1月3日まで、勤めた。スカイラーの農園の家は1777年9月に、 ジョン・バーゴインの軍隊によって破壊された。その年遅くに、スカイラーが同じ場所に再建した家が現在でも、スカイラービルに残っている。この家は、サラトガ国立歴史公園の一部として、国立公園局によって維持され、一般に公開されている。スカイラーは1804年11月18日、オールバニの自宅で亡くなり、オールバニ郊外墓地に埋葬された。 イリノイ州とニューヨーク州のスカイラー軍はスカイラーに、ちなんで名付けられた。1833年、ニューヨーク州、スロッグズネック半島の先端に、ロングアイランド1の生誕を守るために、砦の建設が始まった。軍備が整ったのは1856年であり、スカイラー砦と名付けられた。スカイラー砦には、現在、 海洋産業博物館とニューヨーク州立海洋大学が入っている。オールバニには彫刻家ジェイマッシーリンド制作のスカイラー像が1925年に建てられた。ありがとうございます。